今回のチャルロスだえ。もう希少。そうそう。なるほどだね。なるほどだね。これでいくらだえ？これ2億。今お金がないえ？7億も。か。もしもしだえ。はーい。今行けるえ。本当どこに行けばいい？あ。じゃあ BMC ってわかるかえ？うんうん。BMC 前で待ち合わせするえ。わかった。内装って決まってる？いや、何も決まってないえ。とりあえずなんか、BMC にとりあえず行くね。OK だえ。はーい、じゃあねー。わかったえ。清掃で行くえ。やっぱボタリンに会うときはこれだえ。今来たとこだえっつって。キリッとしてるえ、今日も。あれボタリン、あれボタリンかえあれボタリンじゃないかえうーん、まだ来ないえねー。あ、お待たせだえ。ごめん、私さ、中にいた。この黒いのは私の。え、中に、わちずっとここでこうやって待ってたよ。すいません、ちょっと借りるえ、ボタリンさん借りるえ。はーい、いってらっしゃい。行ってきます。そう、ね、家が欲しいえ。うん。なんかそこら辺に欲しいえ、そこら辺に。そこら辺？そう、あ、もうこの辺って決めてるの？そう、この辺って決まってるえ。あ、この辺って場所だけは決まってるんだ。そうだえ。ね、土地代っていうのがありまして、うん、このゾーンだったら、白市民パスを持っていれば1000万で、持ってなかったら2000万ですね、土地代が。ちょっと見ましょうか。なるほどだえ。車あっち側に移動します。あ、わかったえ。あ、走ってもいいえ、行くえ。じゃあデートだえ。デートだね。すごいえ、2000万かえ。チャンさんとデート3回目みたいなもんだもんね。そうだえ、どうだえ、わちは脈ありかえ。脈あり。え、チャンロスさんさ、うん、私この間さ、帰っ、うん、なんか地球を守ってで、守りきれて帰ってこれたらなんか約束を守ってねみたいなこと言われたけど、あの時ね、何にも約束してないの、うん、あ、そうだえ。それっぽい雰囲気を作りたかっただけだえ。そういうことか。そうだえ。あ、なんかここら辺に欲しいえね。ねえ、いいね。全然お金ならあるえ。なんで？え？それはちょっと言えないえ。あ、ここお家あるわ。ここあるんかえ？うん、心の目。あ、でも倉庫として作りたいんだよ。ほんとだよ。あ、倉庫だったらここ全然いけるね。そうだよ、人に見られたくないものを隠したいんだよ。何？え？何隠すの？それはちょっとボタリンでも言えないえ。危険にさらしたくないえ、ボタリンを。待って、危険なことしてんの？そうだよ。地球守ってるんでしょ？そうだよ。まあ危険か。そうだよ。ハッピーターンの粉だけ集めてるえ、実は。それ、絶対違法だから。ハッピーターンだえ。すごい犯罪だから。いや、ハッピーターンだえ。そうだよ。ハッピーターンって分かってるから。ハッピーターンの粉、250% 倍増みたいなやつとか、あれもう違法だからね、コンビニに売ってるやつ。あれ知ってるかい？あれ、あれに全く似た粉を作ることができるんだよ。そうだよ、もう、そうだよ、もうレシピ出回ってるやあれ。麻薬？いや、違う、麻薬じゃない。ハッピーターンの、ハッピーターンの粉だよ。別に麻薬じゃないえ、お菓子の粉だよ、ただの。でもあれ、一回食べると、うん、止まんなくなっちゃうし。いや、わかる、もう一袋、なんなら全部いく。エビも舐めちゃうし。うわ。うわじゃないよ。うわ。え、舐めるでしょ？うわ、舐めるけど、ポタリンが言うとちょっとなんかもう、指、なんかもう指どころの話じゃない気がしてくるからちょっとやめるえ。まあでもボタリンがわちにふさわしいかどうかってのを選ぶのもいいえ。チャルロスさんにしたら。そう、じゃあもしこんな家住んでたらどう思うえ、ボタリンは。わちが、じゃあボタリンがお家遊びに行きますって言って、わちがこっからいらっしゃいませだえって出てきたらどう思うえ。ちょっと臭そう。7027とか行ってみましょうか。7027。車あっちからも。いや、まあ歩いていくや、歩いていくや。歩いていくの？そうだよ。このロスサントスで歩くの？そうだよ。おしゃべりしながら行くえ。え、ここ？ここ、これは？え？ここ。これ一人暮らしだえ、わち。すごい、この階段もおしゃれ。ほんとだえ。階段無視して登るなえ、せっかく階段があったのに。テニスコートついてる。テニスコート付きだえ。すごい、テニスできるよ。でも一人暮らしだえ。私遊びに来るよ、ここに。え、ほんとかえ。うん、テニスしに。週なんで。だってさ、チャルロスさん忙しいじゃん、世界を守って。いやいや、でもその全然予定は空けるえ、そんなもん。これいくらだえ、これ絶対高いえ。いくらかえ、これ。
人住んでる。え、ほんとだえ。やばい、人ん家に勝手に。ピンポンだえ。雨です。開いてます。あら、このお家開いてます。いかがでしょうか。じゃあ内見していきましょうか。プールついてます。わー、最高だえ。すごいじゃん。ここ、これ何階建てになってるかな。チャルロスさん、ここにね、うん、あん、ふぅ、寒いえ。脱いでから入るえ。いい感じだえ。泳ごうと思って脱いちゃった。泳ぐかい。じゃあほぅ、あーいいえね。いいね、お家にプール。寒い、お家寒い。クロールするえ。ねえ、こういうプールでさ、クロールしだす人ってさ。いやもう、キショイ。これちょっと涼んだりするだけのプールだよ。あー、まあそうだえ。この狭さでね、本気のクロールされたら。じゃあちょっとだけ潜るぐらいがいいかい。じゃあプール付きの家に住んでみたい。絶対楽しいえ。寒っ。すごい、プールから出て全力疾走だ。すごい、自分の足の速さで服を乾かす人だい。こんにちはだい。こんにちは。何ですか。すいません、人間違いでした。人間違いだ。気にするな、大丈夫だ。すごい、野生のアムロだったい、ただの。変なのしかいない。あーすごい家。アイランドキッチンマジで便利だい、本当に。え、チャルロスさんのお家 IH なの？あー、前住んでた家がそうだったい。うん、私結構さ、IH よりさ、火、うん、がいいなって感じがする。あ、そうなの。わち、でも IH も、うん、めっちゃ早い家、火より。お湯とか沸かすのマジで早い家。なんかさ、うん、火って良くない？ええ、あの暖炉とかさ。あー、なるほどだね、うん、やってる感があるってことかい。そうそう、なるほどだね、なるほどだね。じゃあ一回出ようか。なんかチャルロさんさ、なんだい、だんだんさ、喋り方雑になってきてない？雑じゃないえ、こんな感じだい。デフォルト V2 のな、どれだい。はい、なんかいっぱいある。デフォルト V25 って普通の、あー、あったあったあった。あー、こんな感じかい。アイランド、あ、ほぼアイランドキッチンだよ、ほら、ほぼ。どれ？ほぼアイランド。これただのカウンターっていうんだよ。いやいや、ほぼアイランドキッチン。あー、ほぼアイランド。これでいくらだい？これ2億。いや、でもどうせさっきのアイランドキッチン、いや違うんで、どうせ2億買うならわちは7億を買いたい。え、なるほどね。7億であそこの場所にお家建てたらかっこいいよ。でも今お金がない。え、7億もか、そっか。ちょっと待って。はっ、え、ちょっと待って、それで4億貸すことになる。え、うん、ちょっと待って。ちょっと待って、7億のお家、ちょっと1回7億のお家、ちょっと待ってよ。どうした、ダルロさん。いや、ちょっとどうした。いや、私今から借金4億背負うのかい。デフォルト V2 デラックス2、もうすごい、むずくない。これ7億。ちょっと待って、いやいや、ちょっと、いや、金を、いや、女性の方から金を借りるなんてダセーことはできませんよ、わち。大丈夫よ。ちょっと待って、いや、大丈夫じゃない。え、これいけない。え、いけた。すっごくないこれ。え、ちなみに貸すってなったら利子とかは？利子は、え、あるの？お気持ちで。いや、ちょっと待って。取るのかよ。取れない、取れない、取れない、取れない。どうしよう、どうしよう。じゃあ、分かった。わちは今倉庫が欲しいんだい、うんうん、とりあえず。とりあえずね。そうしたらお金が貯まるんだよ、いっぱい。そうなの？そう。で、うんうん、その貯めたお金で買うって、絶対そのうち買うってのはどうだい？十何億の家だったら多分取られない家。じゃあ、だから、うん、あの、臭そうなところに。一旦臭そうなところを買うえ。わかったよ。でも、あそこから出てくるチャルロスさんはちょっと見たくないな。いや、でもだから大丈夫だ。1ヶ月ぐらいで稼いでみ、30億ぐらい稼いでみせるえ。
対にあのお家に住んでるチャルロスさんはなんかせんべい布団みたいになった万年床にで手が届く範囲でそれ以上はやめるえ、それ以上はやめるえ、それ以上はダメだ、横の人がいるえ。あ、そうだ、そうだ、横の、そう、よし、じゃあ縦に行こう。はあ、やっと決まった。いや、まあでもどうせ買うなら7億とかじゃなくてやっぱ10億以上がいいえ、箔がつくために。そうだね、うん、そうだね、稼いだって感じが痛いスプリンクラー出た出たよ、驚いた。ちょっと動揺だえ、これ動揺、動揺だえ。まあ一旦ここから始めるえ、わちは。ここから始めるチャルロス星物語。そうだえ、こっからもうだ、いい家を買ってボタリン週4を勝ち取るえ、わちは。そうね、そう、週4ボタリンを勝ち取って、勝ちようになるえ。2000万と2000万だから4000万ですね。わかったえ。危ないえ、4億の借金はやばいえ。はい、チャルロスさん、今日は何番ですか？86番だい。はい。お、来たえ、行くえ。はい。購入。どうぞ。おー、わっちの家にな、おー、すごい家。ね、このさ。こんにちはだい。くさ。すいません、お隣さん臭いって言われてるえ。すいませんだえ、初めてのお家だえ。よかったね、あのマップでは、黄緑色でのお家のマークがつくようになりますので。ほんとだえ、はい、ありがとうだえ。よかったね。よし、じゃあ絶対絶対20億の家買うえ、わち、ボタリンのとこで買うえ。ついたえ、ありがとう。じゃあ、じゃあ、あの今日プールで一緒に泳いだお家、あ、それ以上いいお家を高級住宅街に変えるように頑張って世界を作ってきてください。そう、もういっぱい稼いじゃうわ。うん、分かったよ、頑張って稼いでくれ。じゃあバイバイだえ、ハニー、バイバイだえ、やっと家帰ったえ。おめでとう。